はい、えー、こんにちは。ちょっと時間空いてしまいましたが、この間ですね、私もいろいろと思うところがありましてですね、どういったコンテンツを作ろうかなっていうところで、まあ結構煮詰めておりまして、まあその結果今日につきましては、ダイエットの目的についてということで、ある種、そもそも論についてですね、お伝えするような内容となります。えー、このダイエットの目的っていうのは、まあ私の観点ではですね、えっ、ーえー、と、3つの大きな方向性があると考えております。それは1つは、 物質的な目的っていうところですね。この物質的な目的っていうのは、例えばですね、まあ、えー、ダイエットを行って、えー、痩せていってですね、まあその結果として、例えば、えー、女の子にモテたいとか、逆にまあ、あの、イケメンに対してモテたいとかですね。あまあ、あるいはその、ものすごく綺麗になりたいとかですね。どっちかというとその、見た目ですとか、本当にこの三次元世界で、えー、どこまでですね、あのー、自分にとって有利になるか。 まあそういった物質的な目的ですね。で、次の目的としては、まあ体。まあこれもある意味物質的ではあるんですけれども、健康になりたいっていうところ。まあメトボリックシンドロームっていうのを予防したりですね。まあ、糖尿病になりそうだったところを糖尿病にならないようにしたり、あるいは、えー、糖尿病になっていてもそれを治すために、まあダイエットをすることによってですね、えー、健康体を持つ。 え、痩せるっていうような、そういった、まあ、わかりやすい目的ですね。そしてもう一つが、えー、心っていうところになります。えー、心の面でですね、あのー、まあ、喜びに包まれていたりですね、楽しさに包まれていたり、あるいは愛情に満ちていたり、まあ、そういったものを、そういった心の状態を作るために、えー、体を健康にしていってですね、まあ、結果的に心を良くするっていうことを目的にするような、まあ、そういった目的の可能性があるのではないかと思います で、今日につきましては特にですね、私が何のためっていうところなんですけれども、えー、はっきり言ってその物質的にも、えー、健康的にもっていうところも、えー、全てあるんですけれども、ただですね、えっ、ー、と、今回のですね、えー、コロナ騒ぎの中で自分自身をよくよくですね、あの、問い詰めていきますと、やはりですね、えー、生きていく上で最も重要なことっていうのは心なんだなっていうところに私自身は えー、結論づいております。まあ、ちなみにその結論っていうのはですね、えー、初めて断食をした、えー、2年前の夏ですね、えー、そのあたりからすでに、えー、まあ、人生において最も重要なのは心の平安であるっていうところは、私の中ではですね、ある種結論づいていました。で、えー、そういった状態っていうのがこう、結局ですね、1年半、2年とこう続いてですね、で、やはり、まあそうだなっていうのが、 今の、えー、私の中での、えー、結論となります。では、その心って、えー、何なのっていうところなんですけれども、えー、この心の部分をじゃあ、どう考えるかっていうところで、まあ、よくその、えー、心大切よね、みたいなことっていうのは、いろんなところで言われていると思うんですけれども、これをですね、客観的にどう考えるかっていうところで、まあ、あのー、 わかりにくいところがありますと。で、えー、私が持っている理解っていうところでちょっとご紹介しますが、まあ心の状態があまり良くないっていうのは、えー、すなわちですね、恐怖ですとか不安があるとかですね、えー、罪を感じている、恥を感じている、悲しんでいる、怒っている、過度なプライドがある、まあこういった状態ですね。で、えー これらの心の状態っていうのは人間生活をしていく上ではですね、当然あり得ることなんですよね。ただですね、あの、現代社会の中では、あまあ、ありがちなんですけれども、すごく不安に包まれている、恐怖感にさいなまれているっていうことを多いと思います。で、私自身はですね、自分自身の心を2年前に見つめ直したときに、えー 非常に恐怖によって、えー、自分自身ですね、人生を、まあ、コントロールしていたっていうところに気がつきました。で、えー、それはですね、例えば経済的に、えー、しっかりとお金をたくさんあ、風がないと、えー、ひどい目に遭うだろうとかですね、えー、もっとどんどんお金を貯めて、えーまあまあ、見栄とか定裁の面でも良、えー、くしていって、まあ、そんな人間関係の中での その、馬鹿にされるんじゃないかとかですね。そういった恐怖感に対して、えー、物質的にですね、えー、裕福になっていた方がいい。まあ、そんな風に考えて、えー、いろいろと、そうですね。あの、それこそ、ロシア語を覚えたりですね、英語の勉強をしたり、えー、大学院って MBA を取ったり、で、さらにそのキャリアアップを目指したりっていうことをやっていましたと、えー。ただですね、その全ての原点にあるのが恐怖で、 で、自分を突き動かすものが実は長い間恐怖だったんですよね。で、そのことに気づいてから、あ、これはいかんと。えー、恐怖じゃなくて、えー、別の心情でもって生きていかないといつまでたっても、えー、私が引き寄せてくる環境っていうのは、えー、恐怖に根ざした環境であるっていうことに気がついたんですよね。というのは、40年間 <laughs> 生きてきてですね、えー、 まあ、職場に行ったりしても、何をするにしても、自分自身がですね、そういうふうに恐怖によって自分を起立していきますと、どうしてもですね、恐怖に見合った環境に陥ってしまうんですよね。ある種、自らそちらに突き進んでいくところがありますと。で、それっていうのはまあ、精神衛性上良くないっていう部分もありますし、またですね、え、ー 精神世界。まあ、心理面が大切だっていうふうに考えますと、そのようなネガティブな心理状態でいる状態を作り出していくっていうことは、必ずしも良くない。むしろ悪いっていうところで。で、えー、心が大切だっていうふうにして考えますと、こういったネガティブな心の状態ではないようにする必要があります。で、どのような状態が、あ、あの、良い状態かっていうところでは、まあ、これもですね、この言葉を聞いただけ、あ、なるほどと、 思われると思うんですけれども、まあ、若いりやすいところではですね、例えば、えー、喜びですとか、愛、無償の愛、あるいは平和、まあ、さらに、えー、突き詰めていきますと、まあ、あのー、悟りっていうところもあるんですけれども、そういったですね、心の状態ですね、えー、まあ、誰かを愛するっていう部分もある、ありますけれども、あのー、何よりも、 自分を愛するっていうことですね。あるいは何かを信頼する。えー、これから起こることに対して、絶対的に信頼していく。絶対的に信頼していきますと、不安や恐怖っていうのは起こってこないんですね。で、まあ、あの、そういった、感情的に良い状態。この部分っていうものを、えー、実はですね、すごく、その、 低く評価していたっていうのが、まあ、私の若い頃でありますし、おそらくですね、あの、もし皆さんがそういった部分を意識しないで生活していたら、いつの間にかですね、えー、決して良くない心理状態っていうものを肯定的に捉えてさえいるっていう可能性があります。えー、それはですね、あのー、もっと頑張って、 えー、努力をしてできないことでも自分を奮い立たせてやらなければいけない。これ自体っていうのは決して悪い考え方ではないんですけれども、その原点にですね、まあ怒られるとかですね、えー、こうしなかったらこんな悪いことが起きるとかですね。まあいろんなそういう、えー、恐怖感を増幅させる考え方があります。で、それにとらわれていくことによって、あの、まあ、 えー、恐怖感というのは、その、副腎から出る、えー、コルチゾールですとか、アドレナリンが影響して、まあ、そのことによって体の中で起こってくるわけですけれども、そのことによって、えー、自分を奮い立たせでですね、まあ、無理やりやっていくと。それはもしかしたら尊いことかもしれません。そのことによってですね、会社の歯車がしっかり動いたりですね、そのことによってですね、お金が、ね、たくさん稼げられるようになったりですね、まあ、そういったことあるかもしれません。 ただですね、単純に心理状態、精神状態っていう風うに見ていきますと、恐怖の状態と愛情を持っているっていう状態は、これ全く別々の状態になります。そして、精神状態が愛情ですとか喜びに包まれている状態っていうものこそがですね、えー、精神的にはやはり高い状態っていうことに、 になります。で、えっ、ー、と、こういった、その、高い状態を維持しつつ、自分の生活もしっかりとできるようにしていく。まあ、こういったことがですね、えー、この、まあ、より、まあ、最近の世界っていうのは、えー、以前よりもですね、スピリチュアルになってきていると思うんですけれども、今の世界では、えー、より良いというふうに、 えー、されているのではないかとも思いますし、私自身も、まあ、そちらを選んでいるということになります。ですので、この心の状態を良くするっていうところで、えー、私はですね、えー、食事を考えていますと。で、えっ、ー、と、この心の状態を良くするために、えー、なぜ食事っていうところなんですけども、<laughs> まあ、食事っていうのは、 あの、食べることによってですね、体に影響を与えますと。で、その体の状態によって、心の状態っていうのも影響を与えられていますと。で、悪いその食事の状態、体の状態、心の状態っていうのがどうなのかっていうと、これはですね、えー、例えば、 糖質を取りすぎて、インスリン抵抗性も上がりますし、インスリンのスパイクも起こってきて、そして、血糖値スパイクも起こってですね、血糖値が乱高下すると。血糖値が乱高下しますと、血圧も乱高下しますし、そしてですね、気分も乱高下するわけですね。で、血糖値が上がっている状態ですと、気分はこの層の状態になってですね、まあ楽しくなったり、息揚々となりますと、ところがですね、 水臓にもかなりの負担をかけて、インスリンが分泌されて、ある程度時間がかかってきますと、これが一気に下がってくる。それは、低血糖な状態になってきますとで。低血糖な状態になりますと、眠たくもなりますし、そして、えー、気分がダウンするわけですね。気分がダウンした状態っていうのは、もう、うつの状態と同じような状態になっていますと。つまりですね、気分が上下動をして、えー、躁鬱な状態になりますと。で、えー、実際問題はですね、えー 合成された糖分ですね。えー、合成砂糖、えー、生成砂糖ですね。こういったものを取り、取る量が多いですと、まあ直接的にですね、うつの原因にもなってまいりますと。で、えー、そのことによって、インスリン抵抗性も上がってきてですね、脳に対する栄養の供給っていうのも限定的になってきて、まあその結果認知症になったり、うつにもなってきます。もちろん、まあ、糖尿病にもなりますと。 まあ、あの、そのような状態っていうのが、ですから、えー、食事が良くなくて、健康に悪くて、そして、心にも悪影響を与えていますと。まあ、さらにですね、食品によりましては中毒性がありますと、中毒性っていうのは、えー、糖分がガッチリある食品っていうのは中毒性があります。それはあの、えー、糖分を取ることによってドーパミンも派生してですね、そのドーパミンっていうのは中毒性がありますので、まあ、直接的に、 えー、生成砂糖っていうのはコカインと同様に依存,依存性がありますと。それ以外にもですね、あの、えっ、ー、と、タンパク質、糖質、脂質っていうのが、えー、一緒になっているような食,食品っていうのはものすごく、えー、中毒性があると言われています。それは例えばですね、ピザですとか、あるいはポテトフライ、えー、油っこい、ラーメン、カスカレー、 などなどですね。まあ、どれもですね、今思い出しても美味しいなと。そして、いつでも食べたくなるなっていうようなものなんですけれども、これらっていうのは中毒性があります。ケーキなんかもそうですね。で、えー、中毒性があって、なおかつ体にも悪いと。えー、そして思わず食べてしまって、先ほどの、まあ、インスリンスパイクも起きますし、血糖値スパイクも起きてきますと。で、こういったものに対して、体が今度食べたい、えー、食べないとやっていけないっていうふうになっていきますので、体の方が依存していくわけですよね。美味しくて。 つまり、えー、肉体、えー、物質面が、えぇ、ー、物である食品に依存していきますと。で、それによって心っていうのが、操られている。これが依存症の状態ですよね。だから、こういったですね、確かに美味しいんで、それでそれでいいんですけれども、そのことによって依存症になる、体に悪い中毒になるっていうふうになりますと、心にも問題がありますということで。で、私はそういったものは今、食べていません。まあ ですから、その中毒性のある食べ物っていうのは体にも心にも悪いのでですね、そういったものはやめていきましょうっていう。 あとは食べ過ぎですね。食べ過ぎもこれ癖になっていってですね。えー、食べ過ぎることによって起こる刺激っていうものが体が覚えていってですね。その食べ過ぎることによってやっぱりドーパミンもたくさん出てくるっていうことで、それがあの癖になっちゃうわけですよね。まあそういったことをしていきますと、食べ過ぎが私は正直一番悪いと思いますね。食べ過ぎを過ぎることによって、えー、体にですね、毒素っていうものもどんどん溜まってきてですね、そのことによって体も依存症になって、そして頭の方も中毒になって、えー、さらに えー、まあ、うつですとか、そういったものにもつながってくる、えー、認知症にもつながってくるっていうところで、まあいいことがないと。ですからですね、あのー、食事を良くする、食生活を良くする、断食をしたら1日1食を入れたりですね、あるいは糖質制限をしたり、まああの、えー、 体に良い食べ物を食べていったり、体に悪いものはやめていったりっていうのは、体にもいいですし、心にも直接的に良い影響が与えられていきますと。でですね、まあ、心っていう部分にさらに踏み込んで考えていきますと、えー、ちょっとま、面白い考え方としてですね、物理学の方から考えることもできるかと思っております。えー、それはですね、あのー、我々の体っていうのは実は、 エネルギーでできているっていう考え方があります。えー、これはですね、あの、相対性理論っていうところから、えー、考えていきますと、まあ相対性理論のも,もろもろの部分は全部、えー、あの、考えないでですね。まあ一番有名な E イコール MC 事情っていう、まあそういった、えー、方程式、聞いたことがあるとは思うんですけれども、えー、これはですね、E っていうのはエネルギーで、 えー、M っていうのが質量。そして C っていうのが高速で C のじ事情をかけると。光の速さの事情をかける質量っていうのはエネルギーであるってことなんですね。これは何を言ってるかっていうと、つまり質量はエネルギーであるっていう話なんですよ。ってことはですね、質量がエネルギーっていうのは重さのあるものはエネルギーである。えー、それはどういうことかっていうと、えー 我々の体っていうのはエネルギーであるっていうことを、まあ、一方で述べていますと。で、この相対性理論っていうのは、三次元の世界を三次元のルールの中で、えー、うまく表した、ニュートン力学のその延長線上に存在している物理理論になってくるんですけれども、まあ、その中でも、えー、質量っていうのはエネルギーであるっていうふうに言われているんですが、 もう一つその重要な理論として、20世紀、21世紀とですね、非常にその重要な役割を果たしている理論として、量子力学というものがあります。で、量子力学っていうのは、その素粒子単位に対して、物理法則を見ていくっていうことで、一体この小さな小さな素粒子っていうのが、どのような動きをしているかっていうことを研究していった理論になります。で、この素粒子を研究していきますと、 本来ですね、ニュートン力学で考えられていたような三次元世界の、えー、方,方程式ではですね、説明しきれない現象っていうのがワンサが出てきたっていうのがこの量子力学なんですね。ですのでですね、アインシュタインっていうのは実は亡くなるときに量子力学の結論に対して非常に大きな会議の念を持っておりまして、きっとそうではないっていうようなことをですね。まあ 言い残して亡くなっていったんですけれども、実はアインシュタインが、えー、正しくないって言っていた理論に対して、その後何年かしてですね、えー、観察していった結果、量子力学の考え方の方が正しかったっていうことが後々わかっている。 で、この量子力学なんですけれども、まあ、いろいろな、その、えっ、ー、と、仮説があったりですね、考え方があるんですが、そんな中でですね、まあ、ほぼほぼ間違いないという部分で、えー、割り出されてきているのが、あの、量子をですね、どんどん小さく見ていきますと、例えば、陽子とかですね、そういった素量子の中を見ていきますと、最小単位っていうのが、クオークっていうところまで行くんですね。実はそのクオークの下にも、 えっと、理論上はですね、まあ、もっとさらに小さな単位があると言われていて、まあ、それがその紐理論っていうもので、えー、紐のようなものが存在していて、まあ、その紐が弦楽器のように、えー、まあ、震えている、えー、バイブレーションしているっていうような、まあ、そういったクォークのさらに下に、えー、まあ、そういったバイブレーションがあるっていうような、まあ、そういったことも言われているんですけれども、まあ、その クオーク自体をですね、こう観察していきますと、まあ、その、えー、重さっていうのが分かってくるわけです。最小単位であるクオークですとか、まあ、そういったものの重さを観察していったところ、えー、いわゆるものとして観測できる重さっていうのは、えー、その重さのうちの0.1%、1%以下だと思うんですけれども、 程度で残りの99%は何かっていうところは、これがですね、物質ではないっていことなんです。じゃあなんだって言うんですけれども、エネルギーなんです、ね。で、このエネルギーに、が、まあ、その、素粒子を、えー、構成しているほとんどの部分であるってことが分かったわけです。で、えー そして先ほどのアインシュタインの相対性理論の中でも E イコール MC 事情ということでエネルギーはまあ質量ですっていうことが言われていますと。で、そう、あの、量子力学でも、えー、粒,粒子、粒子っていう、粒子っていうのは素粒子っていうのは基本的にはほとんどエネルギーでできていると。で、えー、我々の体だけではないです。 だけではなくてですね。この三次元上に存在している物質っていうのは全て素粒子でできているんですね。っていうことはですね。我々の体も、その他の物質も、ほとんどエネルギーでできているっていうことなんです。物質ではなくてエネルギーでできているっていうことになります。まあ、あの、そのエネルギーを、えー、持ってですね、えー、その原子たらせているものとして、えー 弱い相互作用ですとか、強い相互作用ですとか、そういったものがあって、で、まあ、電磁力、電磁力ですとかですね。まあ、そういったものがあって、その3つっていうのが、えー、量子力学上での、まあ、力でですね。えー、まあ、それに加えてその、え3次元上の力である重力っていうものがあって、その4つの力によってこの世界っていうのは成り立ってるって言われているんですけれども、まあ、そのようにですね、えー、エネルギーで我々はできていますと。 じゃあ、なんでこれが食生活と関係あるかっていうところなんですけれども、じゃあ、我々がエネルギーでできていて、で、エネルギーでできている食品を食べますと。で、今度ですね、そのエネルギーを取って、で、そのエネルギーの元になるものを、えー、供給して、えー、体の中のエネルギーを助けるっていうことになってくるわけなんですけれども、えー、その、 エネルギーを取るときにもう一つ、その、考えるべき部分っていうことで、思考のエネルギーっていうことになってくるんですね。まあ物理学的には思考にエネルギーがあるっていうことは証明されていないかもしれないです。まあ、ただ一方ではですね、あの、この脳の働きっていうのは、ニューロンが 発火してですね、その部分でエネルギーの受け渡し、電気エネルギーですね、エネルギーを受け渡して、そして情報が伝達されていくっていうことが行われています。つまり、えー、脳の働きだけを見ていきますと、その電気発火してできているその情報の伝達、そのこと自体が思考っていうことになりますので、これはそもそも物理的に見ますと、えー、我々の意識っていうものも実はエネルギーなんですね。まあ、それに加えてですね、あの、 精神世界っていうふうに考えますと、えー、我々の意識、精神っていうものが、まあ、ある種独立してですね、エネルギー体として存在しているかもなっていう見方ができまして、で、そのエネルギーの状態が、その体ですとか、食事に対しても影響を与えているっていうふうにこう考えられるわけですね。ですから、例えば実際にですね、えー、心を込めて、えー、調理した、 料理と存在に調理した料理、あるいはですね、めちゃくちゃ怒っている時にえ調理した料理、これらを食べ比べた時にですね、あの、感性が鋭い人っていうのは味の違い気がつくと思うんです。これは私、あの、え瞑想を良くしたりしてですね、いろんなものを食べたりして、えー、やっていく中で、えー、いろいろ比較してですね、私は感覚的にすごい感じられました。やっぱりですね、すごく丁寧に、 えー、その人のことを思って作った食事とですね、喧嘩をした後にですね、もう、もういいや、みたいな感じで作ったものではですね、やはりですね、味が全然違います。それはある意味、切り方によってですね、あのー、雑になってですね、えー、味に影響していたっていう部分もあるかとは思うんですけれども、それだけではないと思うんですね。やっぱり、えー、そういった心の状態っていうのは味に、えー、反映されていると。とおそらくこれを見られている主婦の方っていうのは、 えー、いろんな方、あのー、そういった経験を持たれているのではないかと思うんですけれどもえ、まあ、そういったエネルギーが食事に対しても影響を与えているっていうふうに私は考えています。で、調理するときのエネルギーもそうですし、まあ、あの、先日お,ちお伝えしたようなですね、マインドフルイーティングですとか、あの、瞑想しながら食べるっていうところでですね、食べるときに、えー、その食事を 食品に感謝しながら、えー、意識を払ってゆっくり食べていくことによってですね、その食べる食品に対して自分のエネルギーを乗せられる、えー、ものすごく良い機会っていうところで、で、その時にですね、食べる時も愛情を感じていたり、喜びを感じていたり、平和を感じていたりっていうところで食べていきますと、そこにですね、食品に対して自分のエネルギーも 入っていって、さらにその食品に対して感謝をして、で、えー、消化していきますので、まあ、それが、結局ですね、えー、まあ、どんどん、えー、分解されていって、我々のエネルギーも含めてですね、体の中に、えー、素粒子としてですね、えー、また、あの、吸収されていって、まあ、それが、 体のエネルギーとして物理的にも、まあ、ミネラルですとかビタミンですとか、あアミノ酸ですとか、そういった中で吸収されていくわけですけれども、それ以外にもですね、えー、そのもっと細かい部分にエネルギーとして、えー、我々の意識レベルに合わせて、そのエネルギーっていうのが体に取り込まれていくと。で、そしてそこの取り込まれていったエネルギーを持った栄養素たちっていうのは、 我々の意識性にも影響を与えていくと。で、これがですね、良い意識性を持って調理して、良い意識性を持った食品を集めてですね、良い意識性を持って食事をすることによって、えー、体の中での消化を通じて、さらに自分の中の意識性を高める方向に持っていくのか、それとも食べるときにですね、存在に食べたりですね、怒り散らしていたりですね、悲しみに包まれている状態で、 え、食品にそのエネルギーを与えてしまって、そして悲しみのままですね、えー、消化までしてしまって、そのことによっておそらく消化不良にもなりますでしょうし、下痢もするかもしれません。で、そういった状態の素粒子を体の中に吸収していくことによって、またですね、体に対して悪い影響、それはもしかしたら病気にも影響してくるかもしれないですよね。だから、 そういったところの相互作用っていうのが考えられますので、えー、心の部分をですね、えー、フォーカスをして食べていくことによって、心も体も良くなっていく。まあ、そのふうに考えております。じゃあ、ダイエットの目的何かっていうことは、それはですね、精神性を高めるためにダイエットをしましょう。 しておりますっていうのが、まあ、一つの私のえ回答で、今後もですね、そういった趣旨でのですね、動画をまた上げていきたいと思います。で、まあ、もちろんですね、テクニカルな面でですね、あの、健康に良い悪いっていう部分ありますのでですね、その部分も含めてですね、お伝えしていきますが、まあ、そういったことを考えてえ動画作っています。 っていうところで、今日はちょっとご説明させていただきました。えー、だいぶ内容が変わってきて、えー、皆さんびっくりされているかもしれないんですけれども、えー、内容気に入っていただけましたらですね、あの、高評価していただけますとありがたいです。それでは最後までどうもありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。失礼いたします。